では班になりましたので LT を開催したいと思います。まずは、岩橋さんの方から、フラットバックとスクリプト処理でのお手がフラット ODF とスクリプト処理でお手軽調教ごときということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。岩橋と言います。フラット ODF とスクリプト処理でお手軽調教もどきと銘打って LT を始めさせていただきます。自己紹介用意してきましたが LT なのでやめときます。岩橋智則、ネット上ではイサーナと名乗ってます。いきます。フラット ODF 何の話ですか。2017年の4月29日に初めて、コミュニティの中で、発表させていただきました関西リブレオフィス勉強会の方で、オフィス文書を手打ち発行するフラット ODF 活用の進めというのをやりました。コンパスのリブレオフィス勉強会のページの方に、真っ白になってますが一応資料なんかもします。それの後日談を話しするつもりでおります。何だったかというと、まあ、文書の自動生成の話です。でいろいろスタイルとかですね、そういうのをマウスで一生懸命セッティングするんじゃなくて、もう自分でテキストでセッティングしたいとです、ね、細かくコントロールしたいというような思いがあって、こういう取り組みをしてみました。で前回は行動の説明ばっかりだったので、本日はデモンストレーション的なお話をと思っておったんですが、すみません、準備できませんでした。ほとんど原稿してます。で、悪あきなんですけれども、作りかけのサンプルとかを少しだけご紹介して、次回につなげていきたいなと思っております。どういうことをイメージしているかといいますと、まあ、あんまりいいサンプルではないんですけれども、こういう送付状とか帳票ですね、そういうものの、まあ、差し込み印刷的なものをイメージして、差し込み印刷なんかだとメニューを操作していろいろセッティングしてとかデータベース用意してとかいろんなことをしなきゃいけないと思うんですが、ここにいらっしゃる皆さんなら多くは大体スクリプト言語とかプログラミング言語というのは外で、オフィスソフトではなくて自分で使ってはる方は結構いらっしゃるのかと思いますので、まあ、そういうところでもうその有料率のメニューとかを操作するんじゃなくて、外のプログラムで全部やっちゃいたいということです。でこういう例えば宛先なんていうマーキングをしといてですね、そういうのをポッとプログラムを通すと差し替わっているというようなことを特殊なツール何も使わずにやっちゃいたいということでございます。で、フラット ODF っていうのはここ一部分だけ切り出して持ってきましたけど、なんか XML ファイルですリブレオフィスのファイルで、名前を付けて保存というのをすると、いろいろ選択肢がある中で普通の標準の ODT というオフィスドキュメント文書の他にフラット XML ODF 文書というのを選べます。この形式で保存するとエディターで開いたらちゃんと中身が見える、人間が読める内容が出てまいります。でこの中にさっきの本文の送付情報だったんですね、そういうようなテキストも埋め込まれている。これはもともとの ODT ファイルをエディターで開いてもこういうわけがわからないので、プラスの ODF すると犯人に入ってますというで、こういうツールソフト、データをですね、Windows のバッチファイルなんかでお控えが入れちゃうとすごくそんなバッチファイルごときでもできるんだよっていうサンプルになっていいなと思って確認してうまくいったんですけど、残念ながらプレゼンの準備をする段階でできなくなっちゃって、やり方が分かんない忘れてしまいました。ですので今日は私がいつも使っているティクルっていうスクリプト言語のサンプルをこれ左から右に流れていくんですけど、まあデータをテキストで読み込んで、変換してテキストで出力して最後に PDF 変換もやっちゃおうと、ということにしております。読み込む時には UTF-8 と、LF やなこれ間違えてる、トランスレーション開業コード LF で読み込むことは一応読み書きすることは忘れないようにしたい。で
際はコマンドラインから S オフィスを呼び出してコンバートとこれ TCL というスクリプトの テキストファイルなんですが、ところに渡してやると全部ですね。具体的にサンプルを置いてます。なんとかかんとかインプットもう一本続けていきます。じゃあ続けて、ドネーションやってみたということで、はい、最後結論だけ言っておきます。できましたということです。でもうちょっと先行くと、図面ですね、これ ODG ですねのデータも、あれ作り込んだりとかっていうことができたりしますというサンプルです。じゃあさっき1本目これで終わりにしたいと思います。実は欲張ってもう1本申し込んでおりまして、もう1本ご報告させていただきます。こちらはドネーションやってみたらという話です。何の話かというと寄付の話です。リブレオフィスの貢献コントリビューションの中で、開発とか翻訳とかいろいろあるんですけど、一番手付きやすいのは寄付だよねっていう話で、そういう話をもっとコミュニティの中でしていったらいいよねっていう話をしたかったんですが、先ほど小笠原さんが話してやったので、おおむね終わりです。いやいやいや、そうですよ。で、こういう話がね、話題に出るということが結構大事かなと個人的には思ってまして、実際試してみましたという報告でした。リブレオフィスのホームページの方から寄付というところがこんなところにあります。で、それをやってみました。辿ってみますと、私たちは誰ですかとか、何で援助が必要ですかとかいろいろ書いてて、どうやって寄付できますかというようなことが列挙されてます。で、送金方法が複数選べるんですが、また資料をこれ上げとくんで後ほどということにしたいと思いますが、結論から言うと、庶民にはクレカでしか使えないでしょっていうのが正直言いたします。ペイパルなんつったってね、それまず届け出するとこから始めにはいかんよね、普通の人はっていうところなので、ビットコインなんて大儲けした人しか使えないよねみたいなっていう感じです。で、銀行送金が使えりゃいいなと思って実は相談にも行ったんですが、手数料が8000円かかりますと、ね、一番安い郵便局で4000円かかりますとか言われちゃってですね、ちょっと庶民には手の出る、ちょっと満単位で寄付する人でしか使い物にならんなということでございました。進めていきます。目的は、端折っていきますが、先ほどの寄付のページでクレジットカードを選んで金額入れてということをやっていくと、こういう画面が出てきます。入力画面本当にシンプルです。クレジットカード情報しか本当に入れるところないです。そこは安心していいのかなと思っています。できました。で、送金確認もできて、実はこの日本語のページから行くと、メールアドレスを入れるところがあるんですけど、そこに入れておくと送金確認のメールも届きます。でもこれ実は英語ページからそのメールアドレスを入力するところがないです。さっき小笠原さんおっしゃってたなんですか、ダウンロードのページから行ったページ、寄付ページにはメールアドレスを入れるところがないです。でなんですけど、そういうものもあります。で送金確認してクレジットカード会社のホームページで送金されたことになってるなというのを確認したんですが、その後3回目同じことができなくなりました。ちょっと理由が分かりません。実はいろいろやってみたかったんで、500円ずつしか送金してません2回しか送金できてない、まだ1000円しか寄付できてません。ちょっとさっきの手数料とか諸経費とかっていうところで金額が少なすぎたので、こいつ何やと思われて止められたりしたんかなと思ったりもしてますので、ちょっと様子見てまた時間を置いて、もう一度試してみたいなと思ってます。で、そのダウンロードのページなんかから行くと英語のページが出てきます。で、結構そのステップ踏んでいっても途中英語がよく出てきますので、ちょっとこの辺なんとかしないと、広いいろんな人のユーザーにもすごく寄付してもらいたいっていう気持ちがあるのに、なかなかちょっと衝撃が高いかなという気がいたしました。まとめとしては、
寄付しましょうます。以上です。ありがとうございました。はい、それでは八木さんの方で、そろそろ外事を卒業したいリブレオフィスで外事に頼らない文書作成ということでお願いいたします。本日、四国愛媛県から来ました八木と申します。そろそろ外事を卒業したいリブレオフィスで外事に頼らない文書作成という形でプレゼンさせていただきます。いきなりですけど、こんな経験ないですかっていうので、豆腐になってます。で、記載される表示ってこれですね。で、ピンときた人もいらっしゃると思うんですけど、それ外事ですねっていうことで、ウィキペディアだと、まあ、特定の文字集合に含まれない文字のことを外事と言いますという形で、ここで括弧で20、ダブルクォートでくくってると思うんですけど、じゃあいわゆる外事ってどういう運用されてるかっていうと、例えば JIS X0208 とかで、JIS の第一水準とか第二水準に含まれない漢字を、Windows だと外事エディターとかで自分でカチカチ作って、で、使ってるかなと。立崎が出てますけど、こんな自分で作って、そういう使い方を、まあ、このプレゼンではダブルクォートで囲って外事って書いてます。で、もう一度、なんで外事使ってたのかっていうと、一番上は多分実質第一水準だから自分で作ったんだなと。次は、IBM 拡張文字だから自分で作ったんだなと。で、一番下なんですけど、渡辺の鍋なんですけど、診療のとことかよく見ていただけると思うんですけど、多分時代違うから自分で作ったんだなと。で、こうやって自分で作っちゃうと何が問題になるかっていうと、データ交換するときに外事のファイルも一緒に渡さないといけないんですね。ただ外事のファイルって自分で自由に作れるので、100人いれば100通り作れますよねっていうことで、データ交換問題ですね。で、じゃあ自分が送られる側はまあ化けてしまうしょうがない、じゃあ自分が逆に送る立場になって、じゃあ外事で相手に迷惑かけないためにはどうすればいいかっていうと、外事使わないようにすることが肝心ですねっていう、これ当たり前のことですけど、じゃあどうすればいいかっていう、ユニコード使いましょう。ユニコードだと U プラスのとこでコード書いてありますけど、16進数並べて、で、立ち先、U プラスの FA11、作らなくてもありますね。はしごだから、QADAQ というところに自分で作らなくてもありますね。で、フォーマー関係どうなってるかっていう と、一番下が狭いところが、第一水準とか第二水準、真ん中が第一から第四水準で、ユニコードって、まあ、一番全部をフォーマーした形になってるんで、じゃあユニコード使えばいいじゃないかっていうことですね。で、じゃあ渡辺の鍋どうなんだっていう と、ユニコードでこうずるずらっとこう文字増えましたけど、作らなくてもありました。で、IVS っていうイデオグラフィックバリエーションシーケンスっていうものがあって、でこれ使いましょうと。でこれ何かっていうと、漢字に異体字セレクターっていうものを付加すると、渡辺の鍋と字体がいろいろ切り替えられるんですね。で、これじゃあどうやって入力するのよって言ったら、まず入力方法1としてインプットメソッドを使って入りますと、 IME とか ATOC で入れれます。ただ、設定でデフォルトだと最初から変換候補に出してくれないことが多くて、で Windows 10の NSIME だと、まあ、こんな形で変換できますので、まあ、見てみてください。じゃあ入力方法2として、じゃあ、ウェブで検索してウェブブラウザーで、まあ、例えば質問箱とかで、はしごだかどういう形で使えばいいですか、どのコードですか、検索してウェブページからコピペすれば、普通に使えることが多いです。で今時のウェブブラウザーは IDS 対応しています。で、文字の入力方法3ですね。なんか異体字使う専用のソフトウェアっていうのがどうもあるらしいんですけども、後で出てくる IDA の、サイトで紹介されてるので見てみてください。私この辺すごく疎いです。で、最後4つ目、ですね、ライターでオルトキーを押してから X キーを押したら、ユニコードと文字を相互変換してくれる機能があるんですけど、皆さん使ったことありますですか。はい、ですね、ごめんなさい、これ動きませんで、まだどうぞおかしい。で、ワード2016もまだどうぞおかしいですね。で、これちょっと直したいな。で、あと、IMS ってやっぱちょっと難しいですよね。目的の文字が出ないことがあって、で、IPE ですね。ごめんなさい、間違えてます。ですね、いろんな形のデータベースをあらかじめ登録してあって、で、それとフォントが対応しないといけなくて、そのフォントや IPD バージョンがあるんですね。
これどうなんだろうって、難しいねって言ったけど、やっぱり時間がこれ解決すると思うんです。みんな使っていくようになると思うんです。でやっぱりいろいろメリットがあります。でなんで使っていいかっていうと、今これ書いてあるんですけど、今赤の下のところに、一番ここ今この状況だと思ってて、で今ってもういろんな先人がいろいろ努力して、あの漢字億万字も国際だったと思うんですよ。ごめんなさい、最後、ですね、で使ってみてバグ報告しましょう、あの追跡用のメタバグ作りましたというのが今日一番言いたかったことです。ご清聴ありがとうございました。でこの文章も外部使わずに作ってます。ありがとうございました。はい、はい、ムハメドさんで、リブレオフィスデベロップメント QA& トランスレーションということで、お話しします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Hello everyone. So I'm going to do presentation in English. Sorry. Yeah, the presentation will be about some activity I did with iCraft company about developing LibreOffice within QA and translation project. Yeah, let's skip this because we don't have a lot of time. iCraft company provides level 1 and level 2 support of LibreOffice. As Sagara-san said before, level 1 and level 2, level 2 are like call center or help desk support and user support, and they pass also the level 3 support to Collabora to provide like some developing activities there. We did a lot of activities during internship, quality assurance, bug triage, and translation. And I tried also to do some easy hacks, like to play with the code of LibreOffice and build the code. We attended a lot of events. I think some people know me from previous conferences or event of open source. Yeah, everyone know LibreOffice, so I'll pass this. Yeah, about quality assurance. Quality assurance member, they represent like the bridge between the user and the developers, because the developers will not go into the reports of all the bugs and the issues that happen in the software. So they need some people who care about that and who did the triage and prioritize the reports. So yeah, quality assurance team, they just identify the issues and report them and make the priority to pass it after that to the developers to fix the bugs and the errors. One of the activities of the quality assurance team is the bug triage. So they go into the Bugzilla platform and they just choose the unconfirmed bugs and try to test these bugs, and depending on the result that they got, they will confirm whether this bug is a real issue or not. Because, you know, many users, they report bugs that they are related to their own laptops or computers. So it's not like a real bug. So if we test the bug and we found it really existing, so it means like it's a confirmed bug. So we will need to prioritize that bug and confirm it, so a developer will assign that bug to him and will fix it later to get it like in the new releases of LibreOffice. Yeah, there is also the native language project, which allowed the users to test the version of LibreOffice to their local language releases. Like for example, in Japan, the Japanese team is concerned of that. They test the application with the Japanese language user interface and the help and everything, and they try to develop the local release to make it appropriate for the user.
Yeah, in Tunisia we have, like for my country, the mother language is Arabic and the second language is French. So I wanted to do that for these two languages. But I found that the French version is completed 100%, but the Arabic version is still not completed. So I was contributing in that project, and I pushed into the Poodle, the translation platform of the LibreOffice, about 645 suggestions, but the team leader is not so... she's a little bit busy, so she just confirmed about 50 suggestions of mine. Yeah, the interface is getting better. Like in Arabic, you know, the language is just in the reverse side, right to left. Just 1 minute. Yeah, from right to left. So usually we have many errors, many bugs for that, but they're fixing that and it's getting better. Yeah, just very small conclusion. Any kind of user or anyone can contribute to the developing. To the development of this software, whether you are a developer, a real coder, or a normal user, you can just report bugs, you can prioritize the bugs, you can also, if you are good in some languages or something, you can contribute in the translation of the interface or the hub or Android, any part of the project into that language. And that's all, thank you. ありがとうございました。飯田さんで、リブレオフィスの初等教中等教育での活用ということでお話しいただきます。よろしくお願いします。はじめまして、銀ブナの里学校の飯田と申します。よろしくお願いします。ちょっと今日初めての参加でして、ちょっと半分飛び入り形でちょっと参加させていただきました。これが銀ブナの里学校 のホームページ、銀ブナスコプロジェクトというか、これがトップページになります。それでですね、トップページが下の方どうなっているかというと、こういう風な感じで、まあこれはこの船の絵がありますけど、これはインクスケープで描きました。これでクニクニクニってやって描きました。それでこれもね、全部 Linux で作りました。HTML ファイルとCSS の、コーディングが全部 Linux で行ってます。ちなみに、ソフトは、Bluefish Editor を使っています。それで、まあ、これは今銀ブナスト学校でホームページどのようにして作っているかというの説明でございます。それでですね、あとこのブログ、これはうちの公式ブログなんですけれども、こちらは言いますか、ワードプレスを使ったブログになります。あとでまたぜひご覧いただけたらと思います。それでこれはデモクラティックコンピューティングというので、どのようにコンピューター使っていくかというのをちょっとまとめたものになります。これはLinux 環境でLibreOffice を使って行うということを決めております。それで、まあその LibreOffice を使って、その教科書、これはプリントアウトした形のと、あとそのデジタル教科書ですね、電子教科書、これをこれから作っていく、本腰で作っていこうということで予定しております。とですね、それでちょっと具体的にどのようなイメージかというのをちょっと説明させていただきますと、これはちょっともうドラフトでざっくり作ったものなので、ちょっと、あまり綺麗じゃないんですけれども、これは三角関数の教材になります。それで、ね、これ三角関数でちょっと意外に思われるかもわからないんですけど、二十四節気、これは1年を24分割したものなんですけれども、この二十四節気ってありますよね。それで最近ですと立夏というのがあります。立夏ですと太陽口径が45度、これサインシーターやると 0.707 度になります。大体、ここですかね、これですね。
こうなります。それで夏至になると1になる。それで、ちょうど春分と秋分がサインシータ0になるということで、これは昼夜の差が一緒になるということで、これは春分ですね。それで冬至がサインシータやマイナス1といったら一番その昼が短くなるということで、まあ、その三角関数と二十四節気との関係を示したものです。まあ、意外にこれまあ、うちは ESD というふうな教育の考え方で行ってまして、まあ、これは2020年からは小学校では学習指導要領でもこの本格的に採用になるんですけれども、反映される形になるんですが、このつながりということをすごい大事にしてですね。ですから二十四節気と三角関数でそのままつながるというイメージ持たれなかった、今まで持たれなかったかもわからない。でもこういうふうに考えていくと地球の動きと三角関数の形でつながってくるわけですね。それで、まあ、天文学的なこととつながってくるということで、こういうふうなイメージを、この二十四節気というとなんかその国語だとかそういう文化的なイメージがあるんですが、それは実はこういう理数系のそういう考え方ともつながってくるんだということですね。そういうことを分かってもらうという、それとあとこの三層交流ですよ。これは三層交流ですと、まあ、こんなふうな綺麗なサインカーブが3つ重なったり、互いに120度位相ずれた形で重ね合ったその3つのサインカーブが出てくる。それでこの表も全部これ関数を打ち込んで作っています。それを出力したグラフはこれということで、これもですね、これは私が作ったんですけれども、これも銀文のアート学校に入学する生徒に、まあ大体そうですね、これ中学部ぐらい想定してるんですけど、中学部ぐらいでやってもらおうというふうに考えています。まあ、三角関数って公立学校で高校でやるんですけれども、これはうちは先取り学習で中学校でちょっとやっていこうというふうに考えています。以上とざっくり説明させていただきました。こういう感じでございます。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい、じゃあ猪木さんお願いします。お願いします。明日ですね、皆さんなんか意外に気づいてないかもしれませんが、明日発表数はあります。でも申し込みは意外に少ないですよね。2年前やった時なんか20人ぐらい来たはずなので、今回7人ぐらいしか申し込みはないので、もしかして知られてないのかなってちょっとお知らせします。で、明日場所はですね、重曹を塗ってこの辺ですね、おりますかね、重曹コワーキングっていうところで、テストをやります。で、10時から17時の間で、まあ、出入りは自由で避難所に来ていただいて構いませんという形でやります。で、貸し切りにしてて参加費が540円1人当たり、かかりますが、もっと本来かかるところちょっと負けてもらって、マスコン派になっていただいています。ということで、今日もメンバーの結構泊まりの人とか参加してくれる人が多いので、いろいろ聞くチャンスとかですね、一緒に何かやるチャンスだと思いますので、ぜひぜひお時間ある方はご参加ください。はい、前やった時はなんかこれちょっと今回が違うんでちょっと雰囲気変わったんですけど、小笠原さんこうめちゃくつろいでたんですこんな感じでやりますね。はい、以上です。はい、はい、皆さんも明日暇があればぜひとも参加していただければと思います。猪木さんありがとうございます。はい、それでは、本日の、はい、終了と